史上最強の英雄は誰なのか。それは永遠に明かされるはずのない謎であった。しかし一台のタイムマシンが全てを変えた。あらゆる時代、あらゆる場所から最強を自負する英雄たちが集い、史上最強という名をかけて熾烈なバトルを繰り広げることになった。今、時代を超越した決戦がここに。その名もネオヒーローバトル、ワールドヒーローズ。初にお目にかかる拙者、伊賀忍者軍団の頭を務めている半蔵と申す。今回拙者が。おいおい半蔵、そんな堅苦しい挨拶は抜きにしようぜ。それで半蔵さん、これが去年の大会なんですね。そうでござる。次の大会に備え、今までの戦いを大まかに振り返ってみようというわけでござるな。ほんと何もかも懐かしいぜ。確かこの大会での参加者は半蔵さんたちを含めて8人でしたよね。そうでござる。そこで大会の模様と参加者たちを紹介するでござる。まず拙者から紹介させていただくでござる。しかしこの大会で苦戦したことは今でも思い出されるでござるな。それは俺も同じだぜ。だがお互いかなりの修行を積んだんだ。今度は逆にコテンパンにしてやるさ。今度は風魔さんですね。おう、去年はちょいと無様なところを見せちまったが、今年はそうはいかないぜ。新たに得得した技で奴らをビビらせてやる。特に半蔵、お前にだけは負けないぜ。それは拙者とで同じでござる。次はドラゴン殿。彼は空中投げという技を使うのでござる。拙者も初めてこの技を仕掛けられた時は冷や汗が止まらなかったでござるな。俺はこいつの技を見て空中投げの特訓をすることに決めたんだ。まさかあいつも自分以外に空中投げができるやつがいるとは思うまい。今度の大会であいつの驚く顔が目に浮かぶぜ。あれ風魔さん、空中投げなら私もできるんですよ。え、そうなの？おお、ジャンヌちゃん。彼女は優れた剣士として我々を苦しめていたでござるよ。自分より強い人と結婚するのが夢だそうですね。私も結婚相手は強い人がいいな。え、リュウコちゃん、今俺のこと呼ばなかった？うん、呼んでないよ。次はジェイ・カーン殿でござる。拙者、彼のど根性とやらには一目置いているでござるよ。なんか見るからにパワフルな人ですね。そうだな。それに何回攻撃しても全然倒れなかったしよ。お、マッスルパワー。こいつは歩くのが遅いくせにかなり恐ろしいやつだったんだぜ。そうなんですか。何しろ一度相手に近寄ったらこちらが倒れるまで攻撃の手を休めてくれなかったでござるからな。そうそう、これこの技に俺らは何度泣かされたことか。あれ、ロボットも参加してたんですか。彼はブロッケンといって全身を機械仕掛けにしているのでござるよ。まったく初めて戦った時は目が点になっちまった。あ、これがあの変なおじさんね。涼子殿、それはあんまりな言い方でござる。彼はラスプーチンといって神の使いである宣教師をされていたそうでござるよ。ところ構わず花を咲かせるのが恐ろしかったけどな。
そんなわけでこの大会も終わりに近づいたのでござるが。そう、あいつがシャシャリ出てきたんだよ。あいつって？キャー、誰ですかこの人は？彼はギガスという悪の手先でござるよ。地球って字が漢字で書けないのかしら。それではこれから参加者すべての後日談ともいえるエンディングを紹介するでござる。ぜひともご覧あれ。
そういったところで、風魔殿、涼子殿、そろそろ次の大会が開催されるでござるよ。おう、一丁派手に暴れてやるか。それじゃ、ワールドヒーローズ2の方もお楽しみに。かくして、凶悪にして最強の戦士であるギガスも、8人の英雄たちの前に敗れ去るのであった。しかし、悪の秘密結社ダムドは世界を征服するため、英雄たちを抹殺するため、新たな強敵を誕生させてしまったのである。自称宇宙最強の男、ネオギガス。そして全てを破壊するために生み出された男、存在こそが危機であり恐怖であり絶望であるキラーマシーン、最強最後の挑戦士リオ。再び相まみえることになった14人の英雄たち、果たして史上最強となるのは誰なのか。そして秘密結社ダムドの野望から世界を救うことができるのか。次回、ワールドヒーローズ2、新熱き英雄たちの伝説、今すべての歴史が塗り替えられる。